ウィットビー教会会議は664年にイングランドで開かれたキリスト教の教会会議。イングランドのキリスト教は当初アイルランドから伝わったケルト系キリスト教の影響が大きかった。アイルランドのキリスト教はローマのベネディクトゥス海賊とは大きく離れていたほか、修道制を基礎としておりカトリックのような司教の管轄下に置かれる教区が設けられていなかった。 こうした、様々な際が、キリスト教の浸透と共に顕在化していき、両勢力の対立が強まっていた。こうした状況を収集するため、664年、ノーサンブリアオのオ沿いウィによって、ウィットビー教会会議が召集された。イーストサクソン司教、チャドやリンリスファーン司教コルマンは、ケルト側で、ドーチェスター司教アギルベルフトやリポン司教、ウィルフリッドは、 ローマ側で論人を張った。直接のテーマは、イースターの記述算定をめぐるものであったが、両勢力のどちらが主導権を握るかという点で重要な意味を持った。結局、ローマ側の主張が通ったことで、ノーサンブリアにおいて、ローマカトリックが優位に立った。この後、徐々にローマカトリックが、イングランド各地に影響力を拡大していった。ありがとうございます。